夫妻寺の観音像。夫妻寺の湖。夫妻いは、中華人民共和国石膏省庁山市札区にある仏教寺院。中国の観音霊場札山を代表する禅宗寺,寺院であり、札山第一の寺院と呼ばれる。札山は、中国四大仏教名山にも数えられる場所である。夫妻寺は、日本像の恵み学によって創始されたといい、もともと不幸さ。 観音院と呼ばれていたとされている。五代十国時代の五越国の低名年間、建築規模が拡大し、寺院に昇格した。北宋の元宝三年に宝田寺と改められた。宋代の改名に五代円光寺と宝田観音寺がある。家庭七年、根井高市から円通放電の額を賜った。明の工部年間、中央政府が解禁政策を実行し、 派遣された湯和が山に入って、仏殿を焼いたため、仏像は、寧派の精神寺に移された。工事元年には、寺院が重修された。火星年間、全国で道教を信仰し仏教を廃滅する運動が展開され、廃仏により一度は廃寺となった。万历33年、万历帝が、観岸の長髄を派遣して、霊修法の下で、 宝多漢の恩寺を創立し、五国、長年札禅寺の名を賜った。真の後期8年、オランダの侵入により、寺は全焼した。後期38年に大規模な再建によって、後期帝から、広沈軍令の額を賜り、広沈禅寺と解消。陽精9年、道府の殿堂及び部屋を増築した。ありがとうございます。